はい、どうもです。ハキです。お願いします。あれ、なんすか今日？はい、まあ制服姿ですね。制服ですね。まあバイト募集の動画です。はい。バイト。そうですね。3月で卒業した人とか入れ替えの時期なので、入れ替えなんでね。自分もアルバイト人手がちょっとね足りないので、はい、ここで募集動画を作ろうかなと思って。ついに、はい、ついに出しました。ついに YouTube で募集動画、はい、まあ実際出世サーの時も若干募集がねしたんだけど、ね、今回ちょっとがっつり本格的に紹介、はい、普段のスタッフの働いてる姿だとか、あとアルバイトのインタビューとかもちょっと兼ねて今回動画作ってみたので、できれば最後まで皆さんよく見ていただければ助かります。はいですね、やっぱバイト欲しいですよね。欲しいですね。やっぱりね、いろいろ厳しいのもあるけど、やっぱり人が働き手もいっぱいいた方が楽しいと思う。そうだね、うん、なのでそんな感じですね。はい、なのでじゃあ振りのスタートお願いします。営業風景の振りもこれはあんの？マジかよ。何でも振るみたいな。マジかよ、はい、これから営業始まるので、はい、え？レッツオープン。わかんない。よし、じゃあ行きます。キッチンの中です。タッキーさん、それなんすか？ガンベロです。ガンベロ刺してですね。エビです。エビですね。はい。ありがとうございます。ガッキーさんもいつもふざけてますが真面目に働いてます。もう数が増えてるから。あ、ほら、バナナだった。すいません、邪魔しちゃって。こっちの奥で焼くんですよね。じゃあシュラスコ串焼きですね。これガンベロ。こういう洗い場もやったりします、ホールは。トミさん。すごい髪の色ですね。じゃあ髪の色も自由です。こういう感じです。はい、ありがとうございます。今日は簡単なドリンク作りをお願いします。今日もこういう感じでカウンターがありますね、壁側にも。いいじゃん、言ってたわ。おげたほうがいいから。オープンキッチンで L 字型のカウンターになります。ラッキーさんですね。これテラス席のカウンターですね。アッキーさん買いたいです。すごいですね。あったかくなればここで皆さん外でビールを飲んだりできますね。すぐ滝沢見えます。ここから頼めます。はい、なんでもないです。なんでもないです。ありがとうございます。ホールは簡単なレジ打ち作業もします。簡単ですよね、ひとみさん。
どうですか、おばさんにはちょっとしんどいです。らしいです、まあこんな感じですね、はい。しんどいんかい。機械物おばさんよ。はい、どうも。はい。アルバイトのひとみちゃんですね。はい、よろしくお願いします。ちょっとだけインタビューするんで、はい、自己紹介お願いできますか。自己紹介、はい、名前とかでいいですか。はいはい、田中ひとみです。29歳です。はい、フリーターです、よろしくお願いします。髪の色すごいね、また染めた。染めました。ちょっと横見てくる。だいぶ色抜けちゃったんですけど、まあこういう感じでね、制服姿とエプロンとね。そうです、白と。そう白で、で髪の色はもう見て分かる通り自由です。あのピアスも自由でやらせてもらってます。そうですね、ネイルも OK ですね。なのでまあこういう感じですね。はい、これ働いて何ヶ月だっけ今。1年ちょっとぐらいですかね。1年ちょっとか、早いね、もうそのあた。そうですね。どう、ガフで働いて楽しさとか。わあ、うん。まあもともと飲食やってたので、うん、その辺は経験あったんですけど、うん、やっぱ働きやすいですよ、うん、みんなあの仲良く、うんうんうん、ラフに接してくれるので、うんうんうん、あとはやっぱり髪色自由、そうだね、ネイル自由、うん、でピアスもそこめちゃくちゃ大きいです、うん、やっぱりね、まあ、おしゃれにね。そうですね。何かこう新人募集してるんで、その人たち向けて言葉とかあればいいですか。まあもうおしゃれはもう全然我慢しなくていいくて、もう楽しんでもらって、うん、で働いてる時もお客さんと全然ラフに話せるので、うん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 、特に何も思わず楽しそうだなって感じで来てもらえれば。待ってます。ありがとうございました。はい、どうも。はい、どうも。こんばんは。多分ガフの YouTube 見てる人はね、分かると思うけど、一応自己紹介いただいていい。はい、はい、まあ、YouTube 動画でも出たことある、まあ、仮面かぶってましたけど、はい、お札です。お札です、よろしくお願いします。私服なのはね、今日休みなんだけれども、ご飯食べに来てくれてたね。そうなんです、涼しくなった身とこもどうしても食べたくなっちゃって来ちゃいました。今日は新メニューとかも食べてくれてね。はい、食べてくれて、ごめんね、こんな急にね。あ、全然大丈夫です。で、まあ、あのガフの魅力とか、はい、そういうのをちょっとこう伝えてもらえればいいかもしれない。はい、はい、やっぱ、まあ、従業員としてはやっぱこういうふうに先輩もですし、パックスコーナーでは店長たちも結構分かりやすく料理とかを手伝いたいもしますし、うん、あと私は今日休みの日に食べに来てまして、うん、まあ、あと従業員の方と話すのすごい楽しいように来ちゃってますね、今日。ありがとうね。来ちゃってます、やっぱり。割とね、昼間あったら昼間に来て、ちょっとまた買い物行って、ね、また帰ってきてってやりました、今日は。ちょっと手伝ってくれたりもしたしね。ちょっとそろーってやってました。おさつさん、働いて何年ですか。私、多分、もうちょっとで3年になるのかな。3年だよね、本当にありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。おさつさん、仕事バキバキできるもん。それはもう皆さんの教え方がうまいだけですよ。ベリー締めとかもね、あとやっぱ新人の教え方とかもうまいし、うん、もう頑張って分かりやすいように、あと怖がれないように、全然大事なんで、まあ帰ってたらもしね、これを見て募集来てくれたら、おさつさんとかね、教えてもらえると思う。丁寧に教えますね、はい、そこはもうしっかりと。ありがとうございます。すみません、急に。はい、なんかあと一言あります。そうですね、やっぱ、はいはい、私もですけども、そのオーナーとか店長も初めての方でも失敗してもいいかなっていうふうにいろいろやらせてくれますし、はい、教えてくれるので、まあ、よければどんどん来てくれると助かります。はい、待っております。はい、お待ちしております。ありがとうございます。今ね、なんと営業してたら普通に上田さんが食べに来てくれましたね。なんでちょっとインタビューしたどうも。あたほー、あの、この前ありがとうございました、ゲスト。あ、ありがとうございました。なんちゃってポルチーニパスタ、ね、ポルチーニパスタ、ね、出ていただいた上田さんですね。はい、はい、上田です。たまたまバイトの今ね、あの動画撮ってたね。あ、今日、今日いきなりいいですかみたいな感じだったので、はい、一言もらってもいいですか。バイト、あ、はい、バイトの募集どうなんですよ、これ。あ、なるほど、はい、もっとスタッフとして何かと一言あれば。すごい、まあまあまあ、はい、いい店ですね、なんか。楽
しいし、はいはいはい、あとまあ結構自由なんで、はい、はい、自由ですね。で、あと、はい、なんかいい具合にみんな仲いいですね。いごめんね、上田さん、もう6年前の話だからね。すみません、なんかオープニングスタッフもね。ごめんなさい、もう。で、ありがとうございます。はい。で、すみません、奥にいる。紹介してもらっていいですか。はい、うちの、はい、美容師、美容室のオーナーであります。はい、杉浦さん。はい。杉浦さんですね。はい、ナチュラヘアアドガーデンのオーナーです。すみません、オーナーとね、ご飯食べに来てくれてるのね。はい。はい、いや、こんな美味しいお店紹介してくれて、本当、上田さんありがとうございます。いや、本当に僕初めてなんですよ。はい、あ、そう。チラシを食べるの。あ、そう。はい、で、今こういう時代でコロナ対策もしっかりしてるし、すごく本当に美味しくて、ありがとうございます。また来たいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で、皆さん、ナチュラルヘアの方で北千住にあるので、はい、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい。すみません、急なインタビューありがとうございます。はい、ありがとうございました。お願いします。はい、はい、じゃあまあそんな感じでしたね。インタビューとかもねしていただいて、であとはあれだよね、その時給とか、うん、週の狙いとか、まあ、そういうのを話していきたいですね。そうですね、はい、うん、で時給は、1100円ですね。はい、はい、1時間、はい、で研修期間1ヶ月は1020円で1020、はい、やってます。で交通費も指定支給ですね。で週1から OK ですね。まあ本当は週2欲しいです。週1だってやっぱり仕事が覚えづらいってのがあるからね。週2ぐらいからだと助かるんです。助かりますね。で、募集の時間が何でしたっけ？12時から9時、はい、夜9時。今のところ今は9時ですかね。まあ、かかれば、うん、普通の営業であれば12時から23時ですね。なので、でもメインの時間帯はだいたい17時から23時ですね。そうですね、うん、17時、18時からとか23時ぐらいですかね。で、うちは時給が多分他の店のシステムでないと思うんですけど、うちは半年に1回50円時給があるんです。おー、必ず。すごい。どんな人でも必ずあります。すごい。なのでまあ1年働けば普通に100円アップっていう感じですね。うん、うん、いいですね。働けば働くほどもちろん上がっていくって、能力に応じて上げるとかって言いたくないんですよ。あれ、なんだかんだ上げないそう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 、すごいです、ね、多いので必ず上がるっていう方が多分モチベーションも変わってくると思います。はい、それはやってますね。で、やっぱ近いければ近いほど助かります。そうですね、うん、職場とかもそうですね、うん、自転車で来れたりとかすると結構助かるんです、うん、まあでも今23時前だからその終電に間に合わないというのはないとは思うんですけど、うんうん、まあ近ければ近い方がいいかなとは思いますけど、まあ来ていただいたら全員大歓迎ではありますね。で、フリーターも欲しいですね。フリーターいいですね、うん、で、前も言ったんですけど髪染めるの自由。あ、そうですね。ピアス、ヒゲ OK、 ネイル OK とかですね、うん、で制服はこういう感じでエプロンだけ貸し出しいたしますので、うん、こういう感じで帽子かぶっていただいてもいいですし、はい、ただ白 T シャツか白いトレーナーです、無地ので、靴はまあ動きやすい感じぐらいですよね。そうですね、今のところ。で、あとはやっぱり本当前の出産でも言ったんですけど、笑顔があればうちは大体 OK かなっていう感じですね。で、あとは長期募集希望ですね、うん、やっぱりその1年ぐらいはちょっといてほしいかなっていう。あのね、短期の子はごめんなさい、募集はしてないです。はい、まだありますか、こういうのあったら嬉しいな、こういう子来たら。泣かないとかどうなんですか。あ、まあ、行いますよ。ただ無料でありますよ。はい、全然あります、あります、ます。あとある何だったっけ、時給発行、まあ見てもらったら分かるもんね、動画もね。うん、うん、まあ、あとはちょっと PR としてはその楽しく働けるとは思いますんで、まあいろいろ学べるとも思いますし、うん、あと YouTube とかこういうの好きな人だったらもっと嬉しいし、なんかね。まあね、出たいっていう人だと、うん、ぜひぜひいいと思うし、うん、一緒に作っていけたらいいなと思うし、うん、で飲み会とかもね、落ち着いたらね、コロナとかね、うん、そういうの好きですからね、アンキーさんね。いろいろ仕事以外のとこでもなんかこうね、あ、仲いいですよ、遊べたりすると仲いいですね、はい。まあ、さっきも上田が来てね、ああね、元辞めたバイトとかの方たちも来てもらったりとか、結構そういうフランクな関係は築き上げていきたいなと思うので、はい、コミュニティがちょっと広がるかもしれないですね。いろいろ出会いもあると思うので、うん、あとは、まあ、面接の時にいろいろ詳しくはお話しさせていただきますので、この動画を見たよって言ってコメントをいただいたりとか、あの G メールの方とかもらったりも、あと直接電話でもいいですよね。ああ、いいですね、うん、とかもありますので、うん、ぜひぜひ皆さん、あのゴールお待ちしておりますので、よろしくお願いします。タイルディッシュ、は
はい、こんな感じですかね。はい、はい、ガチめの求人、うん、ガチめの求人ですね。そうだね、はい、マジで待ってます本当に。はい、楽しく働きましょう。はい、秋野さん最後一言ありますか。ん、一言最後あれば。お金稼ごう。よし。いいのかな。ね、いいね。じゃあ待ちます。よろしくお願いします。ありがとうございます。